優勝戦4号艇の岡田紀之選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからの攻め2着ということになりました。この日はまた気温が下がったんですが、足の方の変化はありましたか？そうですね、ちょっと今日はあんまり合ってなかったですね。はい、今節は前検日、これは大幅にやらなくてはいけないなとおっしゃっていましたが、はい、3日目4日目気温が上がった時には足も良くなったみたいですね。はい、気温上がった時の方がいいです。はい、またガクンと10度ぐらい下がったんですが、ここへの対応というのはちょっと厳しかったですか？そうですね、何もしてなかったんで、はい、はい、ではなんとか優勝戦に乗ってきましたから、最終日はこの辺の調整をしていきたいなというのは。そうですね、ちょっとしたいと思います。はい、この冷える対策をしていけばと。そうですね、はい、はい、で前検日から改善された部分でまだいい状態が残っているのはどのあたりなしですか？そうです、初動のかかりとかはいいんですけど、はい、ちょっと押しが甘かったんで、はい、はい、スタートの方は前検日届かないとおっしゃってましたが、ここは良くなりましたか？そうですね、はい、はい、ではしっかりと最終日の天候に合わせてと。そうですね、はい、はい、優勝戦の枠は4枠なんですが、コース作戦面はいかがお考えですか？そうです、ピット離れとか変化なければ、はい、もう枠なりで、はい、まずは一番いい状態に優勝戦の足を持っていくということですね。はい、はい、昨年は9回の位置で優勝がなかったんですが、前回の優勝は2014年11月の宮島ということになっております。優勝戦向けての一言お願いします。久しぶりに優勝できるよう頑張ります。